皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。まだちょっと続々と入っていらっしゃっている方がいらっしゃいますけども、定刻になりましたので始めさせていただきます。本日お忙しい中、視聴仕様とデジタルアーカイブ、新しい、プログラムの枠組みを超えた新しい、視聴仕様の、公開と保存方法の提案というプログラムをさせていただくんですけども、そちらにお越しいただいて誠にありがとうございました。始めるに先立ちまして、図書館総合展運営委員会より、ホールアネックスの使用に際する注意点がいくつかありますので、申し上げたいと思います。ホールアネックスの使用にあたりまして、地震発生時のご案内を申し上げます。揺れが発生した場合、フォーラムは直ちに中断中止いたします。地震警報発令時も同様とします。パシフィコ横浜は、震度6の耐震構造と隣接の銀行パークは広域避難場所に指定されております。会場担当者の指示に従ってください。次に、運営委員会、主催者によりフォーラムの記録として録音・録画・放送をしております。会場スナップ、質問者などの映像も含まれます。許諾いただけたものとします。携帯電話のお持ちの方は、電源をお切りいただくかマナーモードに設定をお願いいたします。視聴仕様のデジタル化、そしてオンライン配信についてなんですけれども、やはりその両方ともにいろいろな課題があると思います。オープンアクセスと、そのデジタル化またはオンラインで持続的に配信していくコストとの兼ね合い、それとメタベース、メタデータ、一生懸命、アーティストの方が、作成されたメタデータをどう有効に、活用していくかなど、課題はたくさんあると思います。その課題に対してですね、JDAC はそのソリューションとして、今日は提案させていただきたいと思います。それでは、今回、このフォーラムで、総合司会をこうさせていきます。止めていただきます。ごめんなさい。大日本印刷の清水氏にここからバトンタッチしたいと思います。それではよろしくお願いします。皆さんこんにちは。私は大日本印刷の清水と申します。ただいま優勝の増井さんからご紹介いただきました。本日皆様の貴重なお時間を割いていただき、当フォーラムにお集まりいただきましたことを改めてお礼申し上げます。本日は私アーキビストという立場からこの取り組みをご紹介申し上げるとともにですね、司会進行をやらせていただきますのでよろしくお願いいたします。優勝の書店様主催のフォーラムではありますが、私の DNP グループという立場からまずはお話を始めさせていただきたいと思います。私ども大日本印刷はですね、近代国家建設中の明治9年、印刷を通じて知識文化を広めなければならないという情熱を持って集英社という社名で創業をいたしました。創業以来136年にわたりまして、日本の知識の地ですね、この一端を担うべく、印刷技術を核として業績を拡大させてまいりました。印刷会社という立場上ですね、出版社をはじめとしたさまざまな、企業様にまつわる印刷物や製品資材の製造を裏方として担ってまいりました。実はいろんな分野でお仕事しておりますので、身近なところにも弊社の技術は生かされております。創業時から日本の知識文化を担うという思いで取り組んでまいりましたので、皆さんの、図書館における身近なものとも印刷物として身近なものはやっぱり書籍だと思います。
で、これらの印刷物製造のノウハウをさまざまに応用して、これまで世の中になかったものを当たり前にするべく事業を発展させてまいりました。当初は核印刷というスローガンを持って、現在では P&I ソリューションというネーミングに私どもキャッチフレーズを進化しまして、経営理念として、DNP グループは21世紀の創発的な社会に貢献するというこうした理念を持って、現在に至っております。現在大日本印刷は創業時の精神であるこの地の文化を担うというスローガンをもとにですね、教育出版流通市場の活性化、それから日本とグローバルとの地の生成と発展に尽力し、国家の礎となる創発的な地の社会のインフラ作りを貢献するということをモットーに取り組みを進めております。で、私の所属しておりますフォントビジネス本部というのはですね、丸善図書館流通センター、それから優勝堂書店様、これらを中心とした書籍販売チャンネル、それから主婦の友社といった出版社と総合的多角的に連携しまして、日本の地の流通を支え、国内にとどまらず海外への発信を含めた総合的な書籍流通プラットフォームを目指しております。業務の提携先はこのように多岐にわたっておりまして、丸善 CHI ホールディングス、ここを中心にですね、丸善図書館流通センター、中空堂書店、優勝堂書店、さらには文教堂書店やブックオフといったリアル販売チャンネル、それから NTT ドコモとの共同出資による 2D ファクトといった IT ネットワークを駆使したデジタル販売チャンネル、この2本を組み合わせて、リアルとデジタルのハイブリッドの実現を目指して、創発的な地の社会のインフラ作りというものを、取り組みをミッションとして活動しております。この教育出版流通事業領域におきましては、グループで大きく4つの、取り組みを実施しています。で、この中で特に今ちょっとリンクで出てきましたけれども、ハイブリッド出版流通プラットフォーム機能、この機能への取り組みの一つとして本日ご紹介します JDAC ジャパンデジタルアーカイブスセンターは誕生いたしました。で、構想からこの3年を経て実現したこの取り組みはですね、グループ内の目利きである丸善優勝堂書店の持つコンテンツを生かした人文社会学術情報のポータルサイトという位置づけでございます。で、きっかけは、劣化が進むマイクロフィルムをデジタル化し、もっと利便性の高いサービスができないかというユーザー様からのお声でした。で、私ども大日本印刷さんのプロジェクトマネージャーという立場でこの開発に協力させていただいております。で、構築に際しまして、優勝堂書店と私ども大日本印刷が共同して事業企画を行って、優勝堂と丸善さんの方で初期コンテンツの系統と、営業計画の策定、それから、企業資料統合データベースという初リリースデータベース、ここにおいてはですね、資料群に対応するメタデータ項目の編集構築というものを、エディトリアルボードといいますか、優勝堂書店様にで実施をいたしまして、かねてより販売してきたそのマイクロフィルムのコンテンツ、これをデジタル化する作業、さらにその画像とのリンクなどといったメタデータの整備のところについて、リフォーマージさんご協力いただきました。そしてこのデータベースとしてのシステム開発については、大学の機関リポジトリやでアーカイブデータベースシステムでさまざまな実績をお持ちになっている、インフォコムさん、こちらにご協力をいただいて実現をさせていただきました。で、ヤフーやグーグルのようにですね、多様な情報を相互に結びつけて情報提供するウェブサービスというのは一般的になってはきております。ただし私どものこの取り組みというのは、グループ内における目利き、優勝堂書店や丸善さんのような目利きがですね、セレクトしたコンテンツを研究者、利用者方々の視点に立って、優勝でお見せする、利用者にとって使いやすい、組み立て方で表現しようと、付加価値をつけて配信するアーカイブ型コンテンツ配信サービスと
というものになっておりまして、これはあの、まあ、私どもグループとしての総合力を生かす、まあ、国内でも類の見ないサービスだというふうに自負しています。ジェダックはですね、まあ、研究者を対象とした人文社会系歴史資料に特化した学術情報ポータルサイトを目指しております。貴重資料の発掘と、それから電子化、それから POD、プリントオンデマンド、それからマイクロフィルム、DVD 版など、さまざまな、形態による研究資源の共有化や、研究者コミュニティへの支援というものを主なミッションとしております。具体的には、自社コンテンツより大学様、それから普通の一般の公共図書館様、それから企業資料館などが所有するマイクロなどの貴重な資料類のデジタル化の推進や、資料の特徴に適した検索システムの構築といったことを推進しております。さらには関連学会のホームページへの支援とか、それから研究関連情報の共有化というのが可能な研究者コミュニティとの連携というものも事業の一環として取り組んでおります。デジタル化といいますのは現状保存の、まあ、手段の一つだというふうに考えております。マイクロフィルムでの保存とか、それから原資料自体のプリザベーションといったことも同時並行で進行しながら、利活用に提供できるデジタル化というものを、実現することによって初めて保存作業という意味になるのではないでしょうか。ウェブを通じての一般公開というものも、昨今では図書館様、それからさまざまな機関様の存在意義を高める活動として増えつつあります。しかしながら利用者の、環境がさまざまに多様化しております。 PC だけでなくてタブレットであったりスマートフォンであったり、そういったあの利用者側の環境の多様化によって、データをどこまで軽くした方がいいんだろうか、どういう形で配信するのがいいんだろうかということで、いろいろ悩みも出てきて、資料公開という方向にも限度がやはり出てきていると考えられます。それから情報の無断流用であるとか、意図しない拡散といったことなども懸念されることも増えてきていると。でそれから一番大事なことはですね、そのニーズに応えたくてもなかなか予算がないといった課題が、いろいろ山積みだということで、我々もいろいろヒアリングをさせていただいて情報を得ておりますけれども、いわゆる情報セキュリティマネジメントという観点からもですね、必要とされる方々へ必要な形で情報提供できるという取り組みこそ最適な保存方法と言えるのではないでしょうか。JEDAC は特に研究目的で貴重資料を必要とされる研究者の先生方に対して、資料特性に合わせたメタデータの構築、デジタル化、検索方法を提供するというソリューションです。貴重な資料についてのデータを適切に運用して、図書館様、機関様としての存在意義を確立しながら情報公開や保存に取り組んでいただいている、私どもその一助になれたらなというふうに考えております。以上、大日本印刷の立場からこの JEDAC について開発に至る経緯、構想などをちょっと触れさせていただきました。もともと私ども大日本印刷はそのお客様の持つ情報をですね、お客様の望むな形に加工して製品化して提供するという、いわば情報加工のノウハウを生業の肝としてですね、業績を拡大させていただいているんですけれども、まさにこの JEDAC というサービス自体もその情報加工、それからグループ力を生かしたソリューションになって、これからもどんどん成長させていきたいというふうに考えております。それでは続きまして、JEDAC の事業主体であり60年以上の長きにわたって目利きとして数多くの研究用資料を供給してまいりました優勝同書店の池田様にですね、JEDAC におけるコンテンツ提供者、それからユーザー様それぞれのメリットについてお話をいただきながら、それからビジネスモデル、機能面での特徴についてもお話いただきたいと思います。よろしくお願いします。
ただいまご紹介にあたりました友情堂書店。ただいまご紹介に預かりました友情堂書店業務推進部の池田と申します。 DLP の清水さんからお話がありました JDAC 今年度より稼働しておりますが、この JDAC の成立の過程と今後の展開についてお話をさせていただきます。友情堂書店は50年以上前から、図書館や研究機関に所蔵されているアーカイブス資料をマイクロフィルムという媒体で国内外の研究者のもとへ送り届けてまいりました。私どもは所蔵資料からマイクロフィルム商品を作り、これを国内外の研究者に有償頒布して、所蔵先機関には所蔵資料の使用料を支払いするといったビジネスモデルを築いてまいりました。このビジネスモデルにおいて、アーカイブス資料の所蔵機関、コンテンツホルダーと呼ばせていただきますが、このコンテンツホルダー側のメリットといたしましては、頒布により所蔵資料の利用率が飛躍的に向上した点です。また複製により情報の保存率が向上し、さらには通常の閲覧はマイクロフィルムでできるため、原本の状態維持が望めるようになりました。一方、ユーザーである研究者にとってのメリットは、閲覧手続きが省略され、所蔵機関に関係なくいながらにして他の機関の所蔵資料を閲覧することができるようになりました。さらにリーダープリンターを使用し、コピーを容易に入手することが可能になったのです。この後お話しされるインフォマージさんなどの技術協力を得ながら、50年以上にわたってこのようなビジネスモデルを構築し、所蔵資料の利活用の促進と国内外の各種研究の推進に寄与してまいりました。しかし、昨今のデジタル化社会の発達とともに、マイクロフィルムによる利用環境の限界とデジタルデータの可能性という課題に直面しました。マイクロフィルムの場合、湿度調節など保存の難しさに加え、閲覧にはマイクロリーダーが必要なこと、さらにそのマイクロリーダー取扱業者が減少していること、そして何よりもユーザーにとって目当ての資料に行き着くまでに手間がかかることです。いわゆる検索機能の欠落です。インターネットの発達によってマイクロフィルムの限界が浮き彫りにされ、オンラインによる資料提供を要望する声が多く寄せられてきてまいりました。そこで今から4年前に私どものマイクロフィルムコンテンツの再利用というテーマで DNP との協議が始まりました。両者で話し合いをしていくうちに、単なるマイクロフィルムのデジタル化事業で終わらせるのではなく、コンテンツホルダーにとっても研究者にとってもより役に立つものを作り上げていくという方針がまとまっていきました。そして友情堂が手掛けてきましたマイクロフィルムコンテンツの中から営業報告書修正を選び、東京大学経済学部さんのご協力とインフォマージュさんとインフォコムさんの技術協力を得て、JDAC の第1弾として企業資料統合データベースを今年4月にリリースいたしました。こちらが JDAC のトップで、ここから企業資料統合データベースに入っていきます。この企業資料統合データベース、英語名がビジネスアーカイブズオンラインで、頭文字を取って通常 BAO と呼んでおりますが、このデータベースは営業報告書、目論見書、そして来春にリリース予定の有価証券報告書の3つのデータベースから成り立っています。それぞれのデータベースを企業名、業種、西暦年、そしてフリーワードで横口検索ができます。今までのマイクロフィルムですと、一つの企業の営業報告書を時代を追ってみたいと思った場合、まず収録目録にあたって該当するいくつものリールを探し出し、何本ものマイクロフィルムをマイクロリーダーで頭から順を追って見ていかなければなりませんでした。しかし、この企業資料統合データベース BAO では、企業名で検索すれば年代順に検索結果が一括表示されます。
このように研究のスピードが速くなるということだけではなく、使っていただいている研究者の方々に好評をいただいておりますのが、このデータベースの最大の特徴である変遷企業を網羅しているところです。企業の統廃合や名称変更に対して対応しており、検索結果にはこれら変遷企業が反映されて表示されます。この最大の特徴を支えているのが、検索をするたびに裏で機能している企業辞書の存在です。技術的なことはこの後インフォコムの吉田さんからお話があると思いますので、ここでは企業辞書の概念についてお話をさせていただきます。この企業辞書とは、マイクロ版営業報告書修正を45年以上前に発売して以来ずっと整理を続けてきた変遷企業同士の紐付けをもとに構築したものです。例えば住友石炭工業ですと、住友別紙鉱山、住友工業、製菓工業、住石マテリアルズがその変遷企業にあたります。資料の種類に関係のない徹底した横断検索をバウは売り物にしていますので、住友石炭工業で検索をしたときに、これらの変遷企業にも対応しておりませんと、横断検索の進化が発揮されないと考えました。そこで構築したのがこの企業辞書で、一社ごとの検索ですと、特定の会社に狙いを定めてマイクロフィルムを見ていく作業とスピードの違いはありますが、大して変わりません。企業辞書を経由することで体系づけられた検索結果を入手することができ、研究スピードが飛躍的に向上します。この企業資料統合データベース BAO は JDAC の完成形ではなく始まりです。今回のデータベースはこの図のフィールドで言いますと、日本の経済史、経営史でこの点線で、囲った部分に該当します。今後人文社会科学分野のアーカイブズ資料のデータベースをこの JDAC に収納し、分野ごとにデジタルコンテンツを集約していく予定です。現在準備中で平成14年春にリリースの予定をしていますのが統計書資料です。この JDAC によるオンライン配信モデルにおけるレベニューシェアは、マイクロフィルムの時と同じようにコンテンツホルダーより所蔵資料をお借りしてデジタル化をし、頒布の際にはコンテンツホルダーに所蔵資料の使用料を支払いするといった形を築いてまいります。 JDAC のオンライン配信によるコンテンツホルダー側のメリットは、デジタル化された貴重資料の利用率向上、原本の利用率向上、災害などに備えたオリジナルに近い状態でのバックアップとしての複製保存、そして一番の特徴でありますデジタル化費用、データベース維持費の削減といったことが挙げられます。またユーザー側のメリットは、検索性の向上、オンラインアクセスによる利便性、そして画像最適化によるプリントアウトの容易化などが挙げられます。 JDAC はユーザーに対して資料との思いがけない出会いを提供するものと思っております。今後コンテンツホルダーとユーザーにとって JDAC を有益な存在にしていくために、何人かの図書館の担当の方と貴重資料のオンライン配信について話をさせていただきました。お話を聞かせていただくうちに、オンライン配信の課題が見えてきました。一つが費用の問題です。貴重資料のデジタル化またはデータベース構築にかかる開発費やデータベースの維持費などの費用の確保が難しいということです。これに対して JDAC に格納することでコストを削減するだけではなく、レベニューシェアによって次のデジタル化費用をも確保できることになります。もう一つの課題が、オープンアクセスと利活用促進の関係です。オープンアクセスの公益性を維持しながら、デジタル化された貴重資料の利活用の促進を図るにはどのようにしたらよいのか、
この問題に答えるために現在稼働していますコンテンツ集約型にメタデータ集約型の機能を加えるという JEDAC の構想を練っております。このメタデータ集約型モデルとは各コンテンツホルダーの所有しているメタデータを JEDAC に集約しユーザーがそれらのメタデータをもとに JEDAC 上で検索をすれば一括検索ができるというものです。この際閲覧は各コンテンツホルダーのデジタルアーカイブ上で行うわけです。これによりコンテンツホルダーはデジタル貴重資料の利活用の促進が図れユーザーにとってはより多くの貴重資料群から目当ての資料に行き着くことができるのです。このことはまだ構想段階ですが JEDAC のアーカイブズ資料の所蔵先である図書館や研究機関などまた JEDAC を利用してくださる研究者の方々にとって今まで以上に有益な人文社会科学系大型学術情報ポータルサイトを展開させていくつもりです。ご清聴ありがとうございました。池田様ありがとうございました。それでは続きましてイメージ加工に関する高い技術を軸にですねさまざまな携帯の資料について記録保存に長年取り組まれていらっしゃる株式会社インフォーマージュの綿引様よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました株式会社インフォマージュの綿引と申します。本日は忙しいところを足を運んでいただきありがとうございます。JEDAC という大きなですね仕組みの中の一部分の作業といたしましてマイクロフィルムの電子化をさせていただきました。本日はですね今回行いましたマイクロフィルムスキャニングのご説明を踏まえながら弊社の行っております業務のお話をさせていただきたいと思います。弊社インフォマージュはですね株式会社へ改装いたしまして今年65周年を迎えましたいわゆる老舗のマイクロフィルムラボでございます。旧社名を高橋写真製作所高橋写真高橋情報システムと申しましてフィルムを使用しましたカラー、モノクロを問わない複写業務全般を行ってまいりました。現在ではですねフィルムの作業だけではなくてドキュメントスキャニングであったりマイクロフィルムスキャニングデジタル撮影などの複写業務全般をメインの業務として行っております。特徴といたしましては、作業対象が劣化した資料や古典籍、古文書大型の資料といったものがあります。またそれらを媒体変換したフィルムや画像といった取り扱いにあたってですね非常に気を使う貴重資料というのを対象にしている点です。こういった資料が対象でありますことから独自性の強いですね機材なり作業というものが発達してきておりますけれどもそれは後ほどご説明させていただきたいと思います。今回のですね要件内容といたしまして、マイクロフィルムをデジタル化しデジタル化した画像入力データを既存リストに正確に当て込んでいくということが要件になります。その要件を満たすためにですねしなければいけない作業といたしまして、過去にですねマイクロ撮影をいたしましたマイクロフィルムのフィルムスキャニングフィルムスキャニングしましたデジタル画像からの要件項目の入力提供いただいたリストと要件項目データ画像がマッチしているかの検証作業で検証情報をもとにですね画像を編集するという作業になります。図にしますとこのような形になりまして画像データはフィルムスキャンしたデータです。提供いただいたデータに、画像から入力したデータを付加しましてそれがきちんと合っているかどうか画像と、
その入力したデータが合っているかどうかというのを検証いたしまして、それをもとに画像編集を行うという流れです。作業内容としましてですね、今回マイクロフィルムスキャニング作業させていただいた分量としましては、レコード数で約16万レコード、画像にして180万コマになります。マイクロフィルムスキャニングはですね、従来ですとコマ区切り のマークやですね、長さですね、フィルムの長さ、コマの長さですね、と濃度差というのをですね、基準として、それがトリガーになりまして、スキャンを行います。現在はですね、マイクロフィルム、現在のマイクロフィルムスキャナーはですね、フィルム1本をですね、そのまま帯状にデジタル化いたします。最初にサンプリングといって濃度やですね、画質っていうのを決定いたしまして、スキャニングを始めます。スキャニングしたですね、帯状の画像からコマを抽出いたします。その帯状の画像からですね、コマを抽出して1コマずつ保存していくということになります。でその後画像検査を行いまして、問題がなければフィルムスキャニング作業というのは終了いたします。コマ数などが合わずにですね、抽出漏れなどが発生した場合もですね、帯状のデジタル画像から抽出のやり直しを行うことで、漏れていたコマがですね、抽出可能ですので、従来のように距離や濃度の違いのところでコマをスキャンしていた時とは違いまして、もう一度フィルムをかけ直すということを しなくて済むことになりました。でですね、マイクロフィルムスキャニングした際ですね、フィルムについているホコリなどを同時にスキャニングしてしまいますと、ホコリ自体は非常に小さなものなんですけれども、スキャニング画像をモニターで確認したときにですね、かなり大きな映り込みとなって現れます。そのためにですね、弊社ではクリーンルームといって、ホコリが起きづらいというかですね、入りづらい環境でを完備しまして、ゴミやホコリに対処しております。次にスキャニングいたしました画像からですね、必要な要件項目入力作業というのを行います。要件項目といたしましては、会社名、開示、開始年月というのがございまして、スキャニングいたしました画像からそれらの項目を入力しまして、画像ファイル名にフラグというものを立てます。入力した画像ファイル名ですね、にフラグを立てて、レコードの区切りとして立てていきます。単純な作業と思われる方も多いと思うんですけれども、決まった箇所や位置にですね、そういった要件があるということではなくて、いろいろな箇所に表記されている場合がございますので、画像の中でですね、探して見つけて入力するということが発生します。まあ、大体の場合は表紙や巻紙に情報が記されているんですけれども、折り込みの部分の隅の方に書かれていたりですね、冊の途中ですね、一冊の途中に区切りというものがされているものがありまして、非常に手間のかかる作業となります。その後ですね、入力されたそのデータと画像ファイル名のフラグというものをもとに、既存リストとの検証というのをしまして、マッチングを行います。間違いなくですね、入力されて画像のフラグが立っているという状態であれば、もう自動的にそれでもう作業済んでしまうんですが、先ほど申しました通りですね、決まった箇所になくて、イレギュラーなものがかなりございますから、それを検証していくということが必要になります。またですね、提供していただいたデータにも差し込んでいく、要するにリストが増えるものとかですね、そういったものもございますので、画像とリストを検証していくという形の作業が発生します。会社名の変更とかですね、開示の戻りですね、社名変更した場合、報告書が1回に戻ったりですね、あるいは1回2回の合併号といった形で、そういったものもございますので、間違いのないよう一件一件チェックいたします。
内容の把握やですね、そのマッチの、検証の精度というものをの品質を担保しようといたしますと、人数をかけて作業するというのは危険でして、限られた少人数で、要するに何て言いますか、精度の高いですね、人が作業に当たりますので、かなりその少数の人員に負担がかかるという形にはなっちゃう。検証が終了いたしまして、レコードごとにですね、画像を編集いたしますと、今回のすべての作業が終了ということになります。こういった大きな仕組みのですね、ごく一部の作業ではあるんですけれども、この画像が何であるのか、というのをきちんと整理させていただいた、極めて重要な作業であったと認識しておりまして、先ほど申しました検証を行ったですね、少数の人員もですね、このような作業に関われましたことや達成感というのを得られたのではないかと思っております。今回ですね、フィルムスキャニングからという形の作業をさせていただいたんですけれども、対象となりましたマイクロフィルムというものはですね、過去に弊社が撮影させていただいたものもございます。目的としましてはですね、ポジフィルムを作成して閲覧できるように作成されているものです。撮影したそのものがですね、そのまま皆さんがご覧になるということで商品となりますので、撮影には非常に気を使います。私は撮影作業を担当しておりましたので、先輩方からですね、資料の取り扱いだけでなく、見た目の綺麗さですね、見やすさというのと、紙出力する際に効率よくできるように、フィルムの濃度やですね、位置、傾きなども非常に大事であるということをよく指導されてきました。スキャナーがです、進歩しまして、大量処理が可能となっている現在でもですね、フィルムの品質っていうのは良好な画像を得ることと、効率よいフィルムスキャニングを作業するために非常に大きな要素となっています。これはですね、資料から直接のデジタル化にしましても、取り込み時の品質が後作業の効率化や品質に非常に影響いたしますことから、マイクロフィルム撮影やスキャニング、またスキャニングにブックスキャニングなどでなかなか難しいですね、デジタルカメラ、自由度の高いデジタルカメラという機器のですね、特徴の説明をこれからちょっとさせていただきたいと思います。現在でもですね、もちろん継続して行っておりますマイクロフィルム撮影ですけれども、このような写真のような複写専用カメラを使用いたします。特徴といたしましては、フィルムがですね、100フィート、基本的には100フィートですね、30メートルほどある長いフィルムを使用いたします。35ミリフィルムのフルサイズ撮影でですね、500コマほど格納が可能です。文字の判読にですね、判読に特化した特性がございまして、通常のフィルムと比べまして白と黒 の, はっきりとした特性があるフィルムです。可視媒体であるところですね、ルーペがあればフィルムは見れます。画像が 見ることができる。あと複写の効率化に特化した撮影の仕組みということで、カメラがですね、複写に特化しているということですね。撮影される画角が投影できるって、なかなかこう、言葉だけでお伝えしても分かりづらいかと思うんですけれども、カメラというのは覗き込んで撮影するものですね。撮る範囲を覗いて確認する。このマイクロカメラというのはですね、レンズから光が出まして映る範囲が投影されます。ですのでここまでが映りますよということを見ることができますので、確認しながら作業ができます。いわゆる高いカメラまで登らないでいいということですね。座ったまま作業で、長尺のフィルムを使用していますので、フィルムチェンジというのが少なく済みます。一般のフィルムですと36コマですので、36コマごとにフィルムチェンジしていますと非常に手間がかかりますので、長尺のフィルムをして作業して効率よく作業できるということです。最大 A0 サイズを1コマで撮影可能です。でですね、ただし技術と経験が必要という要素がございまして、現像しないと画像は見れません。
フィルム現像をしないと見れません。撮影不良がですね、現像する前から起こっていても、撮影中はわからない。で、撮影よくあるのがですね、撮影してて声をかけられてですね、このページを撮ったかどうかっていうのがわからなくなったりとか、そういったこともありますので、もう確認ができないということがかなり重要なポイントになります。でフィルム特性がですね、先ほど申し上げました通り白黒はっきりしている特性がございますので、真っ白に、光を当てすぎますとすぐに真っ白になってしまったり、不足しますと黒くなってしまったりということで調整が難しい。ピントの調整も白の厚さによって調整しなければいけませんので、薄いものを取った後厚いものを取って調整を し忘れますとピンボケの写真が出来上がります。プロ の仕事というか、職人の仕事というか、そういった要素がございます。デジタル化のための入力機ということでいくつかご紹介させていただいておりますけれども、次にご紹介させていただくのはブックスキャナーですね。こちらはですね、図書の複写の効率化に特化した撮影の仕組みでして、上向きスキャニングが可能です。で基本的にですね、ガラス押さえですね、ブックホルダーといいますけれども、それがついている。あとページをめくっていくと厚さが変わりますので、それに対してシーソーが標準装備されておりまして、本の跳ね返りや厚みの変動に対応している機器でございます。高解像度のセンサーによりまして、判読性に非常に優れた画像が得られる特性があります。ただ主にですね、この機械は A3 サイズまで、ブックスキャナーというのは基本的に A3 サイズまでというのが多くてですね、資料が A3 よりも外にはみ出る付箋や折り込みがあった場合など、セット内での引き回しというのができないスキャナーになっております。そういったですね、何と言いますか、イレギュラーなものというか定型でないものをスキャニングなり撮影するセットといたしまして、弊社が独自に今までですね、撮影してきた経験をもとに作り上げてきました複写の装置をご紹介させていただこうと思います。ブックホルダーというのがございまして、先ほどもブックスキャナーについておりましたけれども、ガラスが何て言いますか、遊びがある形で可変いたします。でかなり大きな A2 よりも広い範囲を撮影できるブックホルダーになっておりまして、下の台は昇降するんですね。厚いものが出てきたら下がり、薄いものができたら上がる。でガラスは跳ね上げますと落ちてこない、両手を自由に使えるっていう形 の装置になっています。 L 字クレードルというのはですね、要所の表紙が硬いものであったり見開きの作業ができないものに対してこういったものを使用して、撮影をしております。またですね、大型の絵図の撮影などはですね、絵図を動かさずにカメラを動かして分割撮影するという方式で、こういったアーチ状のですね、セットを、使わせていただいております。立体物の撮影も可能です。ブックスキャナーが普及する以前からですね、弊社デジタルカメラ撮影に力を入れておりまして、カラーフィルム撮影というのがですね、非常に高額なサービスでして、彩色された写真をですね、ある程度まとまった数手に入れるということはかなり困難です。で、そこでですね、安価に、ご提供できる方法ということで、デジタルカメラの画質が上がってきたことから、そういったことができるのではということで、我々がブックスキャナーが出る前からですね、複写セットというのを考えて作ってまいりました。弊社展示ブースでもですね、ご紹介させて、おりますけれども、作業を正確にかつ安全に行うための道具や作業等で貴重な資料に負荷をかけないように、一つ一つの作業を進めて確実に行って進めていく取り組みを行っております。出来上がったフィルムや画像だけではなくてですね、所蔵機関や所蔵資料担当者、
また資料への配慮といったですね、作業の内容も品質のうちであるという認識を持って作業に当たっております。以上です。ありがとうございました。綿引様ありがとうございました。それでは続きまして JEDAC のシステムの部分であります。ICT の進化を通じて社会のイノベーションに貢献するという企業理念を持ち、特に大規模デジタルアーカイブシステムとか、私も触れましたけれども、大学の機関リポジトリというところにおいてさまざまな実績をお持ちでいらっしゃいますインフォコム株式会社の吉田様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりましたインフォコム株式会社サービスビジネス事業本部デジタルアーカイブシステム部の吉田と申します。よろしくお願いいたします。それではインフォコムからは JEDAC のシステム開発を担当した立場から事例報告をさせていただきます。まずはじめにインフォコムについて簡単にご紹介させていただきます。インフォコムは日照祝い現創実のシステム子会社と帝人のシステム子会社が合併しインフォコムが誕生しております。ソフトウェア開発会社システムインテグレーターとして医療システムから携帯電話向けのコンテンツ配信サービスまでさまざまな分野に特化したソリューションを提供しております。その中で私が所属するデジタルアーカイブシステム部はその名の通りデジタルアーカイブの構築やそのソリューション提供に特化した部署となります。インフォコムはデジタルアーカイブシステム電子図書館システムのリーディングカンパニーとして国内の貴重書データベースや学術機関リポジトリなど各種データベース構築を数多く手掛けてきました。その一方で総務省が進めるメタデータ活用のための基盤作りやデジタルアーカイブ構築のガイドライン作成などこの国のデジタルアーカイブの方向性を決める事業にも関わらさせていただいております。また資源技術に関する学際的ワークショップとして設立された DCMI ダブリンコアメタデータイニシアチブ唯一のプラチナパートナーとしてDCMES ダブリンコアメタデータエレメントセットのシステムへの実装を推進しております。次に JEDAC 構想への参加の経緯についてご説明させていただきます。なぜインフォコムなのか、大日本印刷様、優勝堂書店様、丸善様の3社にて構想が練られていた JEDAC を構築するにあたり弊社が委託先に選ばれた最大の理由といたしましては、これまでインフォコムがデジタルアーカイブシステムに関わる広範囲の実績、ノウハウを持っているということであると考えております。こちらがこれまでに弊社がシステム構築のお手伝いをさせていただきました実績の一例となります。インフォコムはこれまでに150を超えるデジタルアーカイブシステムを構築してきました。これらは各機関様からの要件に対して提案を行い構築させていただいたものになります。これらの実績で得たノウハウと知見を JEDAC システム構築へと生かしております。こちらが JEDAC システムの概要と関連を表したものになります。弊社のノウハウと技術を最大限生かすことを念頭に置き構築をお手伝いさせていただきました。先ほど優勝堂書店様からもありました通り、今後日本経済史経営史以外の、異なる分野も含めまして順次データベースが追加されていく予定となっております。続きまして、直面した課題と解決策について、ご説明をさせていただきます。システム構築に際して直面した課題としては大きく2点ございます。まず1点目はシステム全体の思想に関するものになります。現在 JEDAC で公開されているものは日本経済史経営史フィールドの企業資料統合データベースのみとなりますが、
将来的にはさまざまな種類のデータベースを登録できることが求められておりました。ですのでメタデータ形式には極力制約を設けないことが必要とされました。 JDAC システムのこれらの要件を実現するためにメタデータの形式に制限を設けないシステムの柔軟性、そしてメタデータ形式の異なるデータベースを統合できる拡張性を重視した設計思想としております。課題のもう一点は機能に関するものです。 JDAC の最大のメリットは検索のしやすさになります。企業資料統合データベースは複数のコンテンツを一つのデータベースとして検索するサービスを提供していますが、実際にはコンテンツ種類ごとに異なるメタデータフォーマットとなっています。これらを意識せずに一つのデータベースとして検索できるようにすることが求められました。また優勝堂書店様、大日本印刷様よりご提示いただいたさまざまなユーザー視点の検索機能の要件についても検討いたしました。中でも先ほど優勝堂書店様から紹介がありました企業辞書検索は、優勝堂書店様が蓄積されてきた情報とノウハウを形にして利用者の皆様へ提供する、この提供する機能として最もこだわり何度も検証を重ねて実現した機能となります。この機能の実現にはインフォコムの持つこれまでのデジタルアーカイブ構築の経験知見が生かされております。各機能を実現するにあたり一番の目的は何かを最優先に考え、機能性と柔軟性の両立を実現いたしました。まとめとしましては、システム設計においてシステムの柔軟性拡張性、各分野に特化した機能を両立させることがポイントとなりました。利用者が自然な流れで目的の資料を探し出せるようにするためにメタデータ設計や各データベースの連携、横断検索の手法にインフォコムのノウハウが生かされております。今後はデータ構造はもちろん、階層も画面遷移も利用の視点も異なるデータベースが追加されていきます。企業資料統合データベースで構築したシステムの良さを生かしつつ、コンテンツに合わせた機能を追加していきます。続きまして、 JDAC 向けシステムでも発揮されたインフォコムのデジタルアーカイブシステムに対するノウハウと技術を集約したパッケージ、インフォリブシリーズを簡単にご紹介させていただきます。こちらがインフォコムのデジタルアーカイブパッケージ、インフォリブシリーズのラインナップとなります。この中で本日は手軽に簡単にデータベースが構築できる情報公開パッケージ、インフォリブ DBR がバージョンアップしましたのでご紹介をさせていただきます。こちらが主な特徴となります。まず特徴の一番目としましては、簡単な操作でデータベースが構築できる。自由度の高い検索機能、多様な画面表示、複数のデータベースの横断検索が可能、外部システムの連携となっております。これらの機能をオールインワンにまとめたものが今回のこのインフォリブ DBR というパッケージになります。次にインフォリブ DBR の主な機能についてご紹介をさせていただきます。まず目録のデータ登録機能です。お持ちの CSV データを登録設定用の項目を追加しましてアップロード、登録ボタンを押すだけですぐにデータベースを作成することができます。現在 Excel 等でお持ちのデータに、必要な項目数行を追加いただきましてそれをアップロードしてボタンを押せばそのままの形でデータベースが出来上がる、そういったシステムとなっております。当然 Excel ベースとなっておりますので項目の追加や削除、順序変更も自由自在となっております。次に画像登録です。画像データ登録になります。ウェブブラウザ上から画像ファイルをドラッグ&ドロップでアップロードして目録データと一緒に公開することができます。一括登録の機能も、装備しております。こちら、旧バージョンでは、リストで管理する形をとっておりましたが、今回のバージョンアップにおきましてドラッグ&ドロップでのコンテンツ管理が可能となりました。次に、検索画面になります。
登録 CSV のデータ編集、つまりプログラムを変更することなくしに、さまざまな検索インターフェースを作成することができます。検索画面は Excel の操作のみで柔軟に変更が可能となっており、登録のデータの内容に応じて自動で作成がされます。データを変えずに、例えば検索のさせ方としまして、ドロップダウンリストやチェックボックス、リストボックス等に変更することが可能となっております。次に画像表示機能です。さまざまな画像表示機能を標準装備しております。詳細表示では画像の拡大縮小移動をマウス操作で行うことができるようになりました。こちらも新バージョンの新しい機能となっております。次に横断検索機能、こちらはデータ構造の異なるデータベースを複数作成することができます。この複数作成したデータベースを横断検索する機能も標準で装備をしております。また利用統計機能としましては、利用者数、アクセスランキング、利用者の検索方法、利用者の接続元等々、さまざまな利用状況を月別、年別に集計し、グラフを交えて分かりやすく表示できるようになっております。こちらがインフォリブ DBR の導入実績となります。基調所データベースや研究実績データベースからリポジトリなど、さまざまな種類のデータベース構築にご採用をいただいております。こちら導入数業界ナンバーワンと謳わせていただいております。簡単ではありますが、以上でインフォコムからのご説明ご紹介を終わらせていただきます。ありがとうございました。吉田様ありがとうございました。それでは最後になりますが、国立大学法人、東京大学大学院講師でいらっしゃいます小島様よりですね、この経済学部資料室室長代理ということで、数多くの資料を今までもデジタル化公開するなど非常に先進的な取り組みを、されております。で、今回その JDAC 企業資料統合データベースにおいても非常に価値の高い資料をコンテンツホルダーとしてご提供いただきました。この立場からですね、ご講演いただければと思いますので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいま紹介に預かりました東京大学の小島です。今回はコメントをせよということで、非常に多岐にわたる話ですので、こちらの経緯と話すか、それともどうしようかというふうに思ったんですが、ハンドアウトを実はコメントを皆様の発表のをいただいて、それでコメントを、時間ギリギリという形で考えましたので、ハンドアウトをお配りしておりませんが、コメントですから頭の中をスルッとこう取っていただければいいかと思います。で、今日いろんな多岐にわたる話がありましたので、コメントとしては、資料を保存するというのはどういうことなのかという点、それから、今回、マイクロフィルムからわざわざデジタル化しておりますので、マイクロフィルムからのデジタル化というところ、大体この2点ぐらいにポイントを絞って、お話ししたいと思います。さて、図書館とか、そういった紙資料を保存している機関の方が多いかと思いますが、世界に残る、いわゆる記録媒体、現在も使われている記録媒体の中で最も古いものというのは紙だということはご想像つくかと思います。では次に古いものは何かということはご存知でしょうか。またその3番目は何か。媒体の歴史を見ますと、普及年というふうに書いておりますが、紙がですね、実は、いつできたかということは分かっておりません。サイリンが105年頃に改良したということが分かっておりますので、紙は開発の年ではないということで普及年としておりますが、できた順番でいくと、もちろんこの中には現在使われていないものは入っておりません。紙に積むものはマイクロフィルムであります。フィルム資料全般であります。
その次は実はレコードなわけですね。ですから、この日本の、図書館、博物館、資料館等を総ざらいした場合、おそらく紙に次いで所蔵数の多いものというのはフィルムのはずなんです。主な図書館資料の寿命から見てもですね、紙は250年から700年で、フィルムは、500年と、できてから174年しか経っていないのに500年というふうに言われております。これが果たして正しいかどうかは別として、実験室の中では一応出ている成果であります。ということも考えると、我々はフィルム資料というものを無限に扱うことはできないということを一つ頭の中に覚えておいていただければというふうに思います。そこで、物はなぜ残るのかという少し話を変えますが、なぜ残るかというときに、私はよくこれは人の意思であるということを申し上げております。残すという意思がなければ物は残りません。偶然に残るということももちろんそれはありえますが、ほとんどの場合は残す意思がなければ残りません。我々が目にする古典籍というのは、ある時代の人がそれを残すという意思を持って、書き写し、記録し、そして印刷し、伝えてきたものであります。で、残すという意思は決して正義に駆られて残すという意思というものに限られるわけではありません。政治家、今で言うと政治家ですね、つまり為政者が都合のいいものだけを残した、これも残すという意思であります。つまり人間の何らかの意思が働かなければ物は残らないです。ですから紙は700年1000年持つと言いましたが、実は原本がそのまま残っているということは稀であって、それを書かれた後の時代に誰かが残そうというふうに考えて媒体変換をしてきたから、現在まで我々は古い資料を目にすることができるというのが私が最近思っていることであります。ですから、最初は口伝、口伝えであったものが、木竹管になり、布になり、石になり、紙の中でも写本なり漢本なり、ですから、紫式部が書いた源氏物語、原本を我々は見ることはできません。さまざまな写本があり、そしてさまざまな系統の本の中でどれがより元に近いかというような、研究成果を参照しつつ、源氏物語というのがどういうものであったかというのが分かるわけです。そういうことを考えると、資料を保存するということの最も原始的な形は、これは最近は、ビネガーシンドロームですとか酸性脂の問題とあって、あまりにも媒体の劣化ということに、意識が行き過ぎておりますが、実は書いてある情報そのものを後世に伝える、これこそが最も大事なことなのであります。その上でそれを伝えるために媒体を劣化させないということが、付加してくるというふうに考えております。そこでそう考えるとですね、複製物というのは資料的価値の低いものなのかという問題に行き着きます。図書館において、資料館において、マイクロフィルムというのは複製物という扱いであります。かたや同じフィルムでも映画フィルムはそれ自体が原子量ですから、いわばボーンフィルムという形になるわけです。しかし、複製物であっても原本がいつも残るとは、いつまでも残るとは限らないわけです。先ほどお話したように古典籍のオリジナルとは何かといったときに、それは原本が残っていることはほぼ稀であって、複製物として残ってきたわけなんです。で、現代を考えてみても個人所蔵の資料というのは相続や売却、ヤフーオークションをご覧になってください。たくさんの古文書が出品されております。どん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 売却されていく。昭和30年代頃、戦後ですね、大きな資産家がたくさん没落していく中で、その資料を保存しようということで資料の保存の運動というのが始まりました。その頃たくさん写真やマイクロフィルムに、歴史学者が全国を回って撮影してきた古文書があるわけですが、そういった古文書が実際に、原本があるかどうかというと、これは非常に怪しいとなると、今その古文書を見るためには当時撮影されたフィルムに頼るしかないわけであります。また機関が所蔵している資料、今回のこの JDAC では、
営業報告書、有価証券報告書、こんなものがなんで貴重なんだ、貴重資料と書いてあるのにどうしてこんな現代の資料を扱うんだというふうに思われたかもしれませんが、期間というものはいつまで残るとは、いつまでも残るとは限らないわけです。この20年間を考えてみてください。バブルの崩壊の後、企業は倒産し、破産し、そして、の存続している企業でも合併吸収を繰り返す、省庁に至っても統合を繰り返す、公文書を保存する法律はできましたが、そこに書かれてないものは逆に言うと廃棄していいというお墨付きを与えられたも同じであります。この20年でどれだけの資料が失われたか、つまり、この組織が変わることによって資料というものは失われていくわけであります。また全ての資料に対して言えることは災害です。我々は阪神大震災、それから東日本大震災を経験して、これは、かなり、身に染みて皆さんは分かるのではないかというふうに思います。もはやこの震災にあった資料は原本は跡形も残っていない、もしくは、破損してひどい状態になったものは多いはずです。これを以前に撮影していたフィルムがあったら、それはもはやそのフィルムが原本の代わりをすることになるわけです。ということでまとめますと、原本が消滅すれば複製物が原本に代わる価値を有するわけなんですね。JEDACの話に戻りますが、営業報告書、日本の歴史、近世以降の歴史の中で商家や企業というものを外してはもはや歴史は成り立ちません。為政者の歴史だけでは日本の歴史は描けない、日本だけではありません。その民間の企業がどう勃興したかということを知るためには、その企業の内部の資料を知らなければいけない。その時に株主総会等で配られる営業報告書というのは、これは、もはやない企業も含めて、貴重資料といっていいレベルにあるわけです。また有価証券報告書、これは、証券取引所に上場している企業を中心に国に、財務内容の提出を求められる書類でありますが、これは日本の法律では提出された後金融庁は5年間それを開示せよと書いてあるだけであります。それ以後保存せよとも、どうそれをどう扱えということも法律上はありません。ということはこれは放っておけば100年後に現在の企業の財務状況が知られる資料があるかどうかということは非常に怪しいわけであります。先ほど、申しましたが、人の意思がないと物は残りません。で、前近代においてこの残す意思を許されたのはほとんどごく一部の為政者であります。ところが現在においてこの残すということを、意思を貫徹できるのは為政者ではなくて、それは図書館であり博物館であり文書館なわけです。ですから皆さんはこの前近代には与えられていなかった、為政者しか持ち得なかったこの権利を持っている、付与されているというふうに、私はよくいつも言うわけですが、考えていただきたい。ですから図書館が、資料を保存するということは古典籍、過去から伝わったものを未来へ残すという責務とともに、現代のものを後世へ伝えるということをしなければいけないわけです。ですからその意味でこの JEDAC というのはやはり現代のものではあっても貴重資料の保存にある種かなうものというふうに私は認識しております。でよく資料保存の立場でですね、保存ニーズという言葉があります。何をどこに保存のお金をかけるかということを判断するときに、物としての状態と利用の頻度と現物として残す必要性とよく言われて、これが最も、三者合うものから順番に図書館は保存をしなさいというようなことが言われております。でここでネックとなるのが利用の頻度ということでして、利用のこの本来の意味は利用の頻度が高いものは壊れやすいという意味でありますというふうに私は認識しています。ただこれが間違ってですね、利用されるものは重要であるというような認識がなされる場合が、
ロングテールというのをご存知でしょうか。縦軸に売上高もしくは販売数を取り、横軸に商品を取った場合に、順番に売上高の高い順に並べると、このように恐竜の尻尾のようにグラフができます。でこれまで、図書館は利用頻度の高いものに力を入れてきた。それから、業者さんも利用頻度の高いものを売ることに力を入れてきた。ところが、この高いもの、豪華一点主義ではなくて、ロングテールがあるということは、たくさん揃えれば利用する人はそれだけいるわけです。例えば営業報告書にしても、ある図書館で1点しか持っていなかったとしても、他の図書館のを合わせれば、それは一つの企業が100年分揃うという可能性もあるわけです。でそれを実現するためには、もはやデジタル化で、情報を共有するしかないわけですし、こういったロングテールということで、さまざまな、利用者の、ニーズに応えられるというのは、デジタル化しかないわけです。決してデジタル化が保存にいいというふうに私は思っているわけではありません。ただし利用をさせる保存という意味で言った場合に、もはや歴史資料をの場合ですね、こういう形を取らざるを得ないのかなというふうに考えております。そこで、図書館の皆さんに考えていただきたいのは、特に図書館、私は図書館、博物館、文書館すべて関わっておりますが、図書館に今が一番その中でも武器を持っているのではないかというふうに感じております。それは一つには著作権法第31条で保存のための複製が認められていること。非常に図書館はこれの運用に対してストイックになっておりますが、判例やそれから他の法の縛りがない以上、私は文化を発展させる、資料を保存する、そして後世に伝えるというしっかりしたこの任務のためには、そこまでストイックになる必要はない。もっとこれを堂々と行使すべきだというふうに考えております。それから図書館には書史学的目録学的思考を持った職員というのがたくさんいるわけです。そういう方は物が分かるはずなんですけれども、そうであれば、先ほど目利きという言葉がありましたが、図書館員は目利きとして何を残すべきかということが判断できるはずなわけです。それからこのロングテールを行うにあたっては、1点持っててもなかなか利用がないですから、それを複数合わせるためにはネットワークというのが重要になります。図書館というのは書史ユーティリティ共同分担目録 ILL といったことで、古い時代からの強固なネットワークというのがあります。それから何よりも今日コンテンツホルダーという言葉が出てきましたが、原本を所有しているという強み、著作権は、思想に関する、書いてあることの思想に関する権利で著作者に帰属しますが、有体物としてのもの、これの権利を行使できるのはそれを持っている図書館であります。ですから図書館はこれをもっと権利を行使すべきだというふうに私は思います。それからアレキサンドリア図書館以来の、長い歴史、情報の蓄積量、これを考えたときに、図書館はもっと保存をするということを考え、その保存は利用させるための保存なんだ。そして情報を後世に伝えられるのは自分たちだけなのであるというくらいの自負を持ってもいいのではないかというふうに思っております。以上、甚だ、コメントというか、自分の思っていることをさらけ出したというだけになりましたが、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございます。先生、力強いコメント本当にありがとうございます。もしよろしかったらこちらに。これで一通り、このジェイダックに関わる、事業者、それからコンテンツホルダーとしての、貴重なご意見をいただいたわけなんですけれども、ちょっと改めて全体の流れを見てみるとですね、実際にここにお集まりの皆様、すいません、私どもこの壇上に立っているものはですね、皆様のご所属とか、ちょっとどういった方がお集まりになっているのかということでですね、拝見させていただいているんですけれども、図書館、もちろん図書館に関係する方々も多いんですけども、実は企業資料館とかですね、美術館、博物館関係者の方も非常に多く来ていただいておりまして、ちょっとジャンルが広い話にはなってしまうんですけれども、ある意味この
MLA 連携みたいな動きがなんかこの場でもなんか動いても面白いのかなというふうに個人的には思っております。まあ、いくつか私もこの3日間の日程の中でフォーラム拝聴させていただいてですね、まあ、MLA 連携というふうに叫ばれて、まあ、なんか何年も経ってしまっている現状、初日に、開催された主催者フォーラムで、クールジャパンとリアルジャパンというちょっと国外から見た、日本の情報についての、まあ、フォーラムがあったんですけど、その中ですごく印象的だったのがですね、まあ、日本の情報が、海外にこれだけその求められている現状、それを、まあ、どこもこうリーダーシップを取ってやろうとしてなかった、いうことなんですね。で、私この JEDAC という構想に関わって、例えばこの JEDAC、まあ、優勝としての情報発信ではありますけれども、本当にこの価値があるものをですね、もうむやみやたらに公開するのではなく、価値が分かる方に最適な形で提供する、JEDAC というこのシステムがですね、まあ、どうってなんか役に立つのかなというふうには考えたりしております。ちょっと先ほどのお話の中で私が気になったのはですね、ちょっとすいません、ちょっとど忘れしちゃったんですけれども、そうだ、先生のお話の中でありました、いわゆる、災害に関して結局現物が、まあ、なくなってしまっている現状、についてなんですけれども、まあ、現物が取っておくことが一番大事なことではありますけれども、実際にその、まあ、現物が流出してしまってもなくなってしまっても、例えばそのデジタル化されたものや、複製物が残っていることで、いわゆる情報が後世に伝達できるといった、そういった事例についてインフォコム様の方ではおそらく東日本震災関係のプロジェクトにも関わっていらっしゃると伺っておりますので、実際のなんか事例としてご紹介いただけるものがあればありがたいんですけれども。あ、失礼しました。そうですね、私が、まあ、お聞きしている中ではですね、昨年やはり3.11 の震災後、まあ、様々なこの資料をどう残すかという話も、まあ、出ておりましたが、アーカイブズ学会等でですね、お聞きしたお話の中で、やはりこの昨年の地震が起こる前からその過去の地震において、やはりこの資料を残していくことが、まあ、重要ではないかと、まあ、気づいた、まあ、有志たちがですね、そういった地域の、まあ、郷土資料を残すというような、まあ、自発的な取り組みをさまざまなネットワークを介して、まあ、実施されていたと、まあ、その中で、まあ、この宮城県の、まあ、歴史資料ネットワークの、まあ、NPO の皆さんがですね、デジタル化をして残していた、まあ、文書管理、残していたものがですね、昨年の震災で、まあ、蔵ごと全部流出してしまったと。でもこうなってしまったときには、もうまさに先ほど小島先生がおっしゃってた通り、もう残っているものはこのデジタルデータのみというような状況が、まあ、実際には発生していると。まあ、そういう意味でよく言われるのが、このアーカイブというものはやはり今も昔のものを未来につなぐということも当然ですが、今を残していくということを、まあ、やっておかないと、それこそいつ原本がなくなるかわからない、そういうことを、まあ、思い知った事例ではないかなというふうに思います。ありがとうございます。この会場の中にいらっしゃる皆さんの中でですね、まあ、デジタル化は、まあ、進んでいるところも当然いっぱいあると思います。まだまだ手つかずで、今後これをどうしていこうか、予算についてもちょっとこう苦慮してるんだよっていう団体や機関の方がいらっしゃったら、ちょっと手を挙げていただきたいんですけれども、例えば予算のめどがなかなかつきにくいんだよっていうような、どうですか、皆さんついてらっしゃるんですかね。予算が潤沢なようで。例えば大学様でいうと、まあ、課験費とか、それから、まあ、公共図書館様を含めてですけれども、まあ、いわゆる、助成金といいますかね、いう形で、
今財団のような形で助成をする形もあったりはするんですけれども、今回この JEDAC のフォーラムで皆様に一番訴えたかったのはですね、例えば優勝堂さんのようなこのビジネスモデル、優勝堂さんとしてこれは必要とされる研究者が多い、いわゆるお金を払ってでもこの資料を研究対象としたいというユーザー様を、顧客リストとして、頭に叩き込んでいらっしゃるいわゆる目利きという存在があって初めて成立することではあるんですが、デジタル化の費用も含めてその包括的に、ご協力できるのがこの JEDAC という概念だと私は考えております。その意味において、例えばここで得た収益といいますか、研究者の方が利用料として払ってくれた対価をですね、レベニューシェアで、所有者である、コンテンツホルダー様にお払いする、お支払いする、でそれを今度また例えば新たなデジタル化、それから新たな公開方法の模索であったり企画検討であったり、別に新しい企画展を考えるっていうことでもいいと思うんですけれども、こう概念としてこう回していく、継続的な事業として続けていく、でそういう、こうきっかけになればなというふうに考えております。で大体時間的にもそろそろ、ご質問がいただければなというふうに思うタイミングなんですけれども、技術的なこと、それからコンテンツホルダーとしての、お気持ちであったりとか、その辺についてもし、会場の皆さんの中で、聞いてみたいという思いがありましたら、挙手見て、ちょっと係の者がマイクを持って参上いたしますので、ちょっと意見などいただけると、もしくは私どものこの取り組みに対する要望でも構いません。何かご意見質問等いただければと思います。じゃあ、渋沢栄一記念財団の山田と申します。JEDAC とてもワクワクする、ぜひ使ってみたいシステムだなというふうに思って拝聴いたしました。いくつか質問がございます。まず私どもでもやはり渋沢栄一電気資料という、資料のデジタル化を試みておりまして、それをこう一般に公開をするには著作権処理というものがこう大きなハードルとして、ございます。で著作権処理というのは例えばこう JEDAC のプロジェクトの中では特にこう近代であるとか処理がとてもこう難しい著作権者を探すのがとても難しいということで、それが大きなハードルになっていると思うんですけれども、そういう場合著作権処理をした著作者情報というのの、集約であるとか著作権処理のサポートみたいなものはこの一連のプロジェクトの中で何か計画をしていらっしゃるかどうかというのを一つ清水さんに伺いたい点でございます。で、もう一つデジタル化という具体的な作業について例えば大きなロットであればコストというのは1件当たりのコストは低く抑えられるかなというふうに思うんですけれども、それで例えば本1冊アルバム1冊というような小ロットになるとやはりこうコストというのが大きくなるのかなと思うんですけど、その場合コンテンツホルダーというのは全くコストということは考えないで参加できるのかどうか、ここのあたりはこう綿引さんに情報いただければというふうに思います。はい、ご質問ありがとうございます。ご指名でいただきました一つ目の質問、著作権処理等についてということなんですけれども、JEDAC のこの参加している企業の中で、例えば国立国会図書館のデジタル化のお仕事、こういった業務も、大日本印刷、それから、丸善優勝堂さん、あと TRC さん、このグループの取り組みとしてやらせていただきました。でこの、著作権処理とまではこの業務範囲内ではなかったんですけれども、著作権の有無の確認であったりそのリスト作成については業務としてやらせていただいた実績があります。でその意味におきまして DNP グループでは
この著作権処理に関する業務をソリューションとしてお受けできることは可能だと思っております。今のところ具体的にこのプロジェクトとして、どういう部門がここに役割として入ってくるということははっきりは決まってはいないんですけれども、その業務の流れとして考えたときに、DNP グループの中で取り組めるというふうには考えております。こんな答えでよろしいでしょうか。2つ目のご質問、綿引さんも当然デジタル化の部分であるんですけれども、多分池田さんの方もちょっと話絡んでくるのかなと、じゃあお二人にちょっとお話して。まず私からすみません、ロットの大きさによっての金額の差ということですね。大きなロットになりますとやっぱり金額は下げられるというか、小さくなるとコストがかかってくるということはありました。ですがですね、インフォマージュはですね、困っている方に弱くてですね、困っている方にはもう手助けをと思いまして、いろいろと方策を練ってですね、お手伝いさせていただくことは可能かと思います。大盛り無料と思っていただいて冗談ですけど、そうですね、JDAC の運営管理の立場から申し上げますと、先ほど小島先生の方からもありましたように、デジタル化の一つの特徴としていろいろなその資料をこう一つに集めて、でそれをこう、今までになかったようなコンテンツというか魅力を持たせて一つのコレクションにするということがデジタル化の上では出るか、デジタル化では可能なことになりますので、ですから例えば極端な話、本一冊、資料一冊でもそれがいくつかにこう分かれてて一つのテーマでこう、共通しているものをこう集めて、でそれがある程度その価値を持つものになれば当然私どもで費用を出しして、でデジタル化の方に一つの コレクションを突き上げていくっていう形は想定しております。はい、今までですと例えばマイクロフィルムコレクションなども私どものずっと50年以上手がけてきたものの中には、今回 その営業報告書もそうなんですが、一つの機関が持っていたコレクションをそのままマイクロフィルムにしたというのではなく、いくつかのコレクション、中には極端な話個人の方がお持ちになってたものを、そういうものも含めて営業報告書の営業報告書修正として一つのコレクションにしたりもしておりますので、デジタル化にしたデジタル化の場合もそういう形は想定できると思っております。はい、他にももしご質問があればと思ったんですけれども、ちょっとお時間の方がちょうど2時半になろうとしておりますので、もうしばらくこの付近で我々滞留しててもよろしいですかね。はい、この後ちょっと会場の都合によってですね、ちょっと、発表者は、この部屋を出ていただいて、大きなスペースがあったと思うんですけども、そこホワイエと、呼ばれているんですけども、そこに移動していただいて、そこで、まだ質問などございましたらそこでお尋ねいただけたらと思います。最後になりますけども、お気づきになったかと思いますけども、JDAC、このプロジェクトはまだ発展途上のプロジェクトです。研究者の方々、図書館の方々、そしてアーキビストの方々など、いろんな方のご協力によって初めて、成り立つプロジェクトだと思っておりますので、これからもいろいろとお教えいただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。で小島先生、今日は本当にお忙しい中、お越しいただき本当にありがとうございました。今一度盛大なる拍手をお願いいたします。なお優勝堂書店はですね、ブース81に出展しておりますので、この後会場にもお越しいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
本日はフォーラムの参加誠にありがとうございました。